ナスの野球やらチャンネルをご覧の皆様、本当にありがとうございます。前回作った動画、グッバイスアレスの動画はご覧になりましたか？見ていないなら、別にご覧にならなくてもいい。このチャンネルでは野球の楽しさを変な角度からお送りするぜ。面白かったらチャンネル登録してください。最近、新型コロナウイルスの変異株オミクロン株が、日本に上陸したそうだな。これって来季も観客の入場制限だったり、外国人選手が入国遅れたりするかもってことだぜ。今回は NPB の来季の見解が出ていたので、まとめてみたぞ。オミクロン株についてまず話していくが、私は医者じゃないからざっくり言えば、感染の確率が高いやべえやつだ。そのやべえウイルスが最近日本に来てしまった。こうなったら自己防衛するしかないと思うぜ。WHO のテドロス・アダノム・ゲブレイエス事務局長は、オミクロン株はこれまでにないほどスパイクタンパク質が変異している。それらのいくつかは、パンデミックの波に影響を及ぼす可能性が懸念される。オミクロン株の出現は、多くの人が COVID-19 は終わったと考えていても、実際には終わっていないことを示している。というようにまたパンデミックが起こるかもしれないと示唆しているやばい状況だ。まだまだ引きこもる生活が続いてしまうのか。ワクチンを打たないという選択肢を選んだ人も、すでにワクチン打ったという人も自己防衛は忘れないでほしい。コロナの感染を防ぐためにも、マスクをつけて、3密を避けるようにしようぜ。とまあ、全く野球に関係ないところからスタートしたが、11月29日に、NPB と J リーグの合同で新型コロナウイルス対策連絡会議が開催された。その時の会議では、来季も同じ対応をするとのことで、意見がまとまったみたいだ。感染で大きな声を上げるのを禁止したり、応援のラッパをなくしたり、甲子園の夜空に舞うジェット風船がタオルになったりの対策だぜ。NPB 斉藤淳コミッショナーは、すでに入場制限を解除しての来シーズン開幕を想定していることを明言している。来季は球場に行けそうだな。やったぜ。と、感染についてはこれまで通りの対応を進めるとのことだが、ただ、日本政府は11月29日に、11月30日から当面の間、新規入国を原則停止すると表明した。つまり、今年同様来年も外国人選手の入国が遅れる可能性も出てきたわけだ。DeNA が大失敗してしまったやつだぜ。今年と同じ鉄を踏むことはないと思うが、新外国人はまた遅れそうな感じになりそうだ。それはだいぶ困るだろうぜ。外国人を結構退団させてしまった、カープ、オリックス、西武はダメージが大きそうだ。来季も苦しい戦いを強いられそうだぜ。今後の対応は臨機応変に対応していくそうだが、また緊急事態宣言が起きれば状況は変わりそうだ。とにかく自分を守るためにも、マスク着用、手洗い、ソーシャルディスタンスの徹底、これだけは最低限やった方がいいな。約束だぜ。本日はここまでだ。高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ここまでご視聴、ありがとうございました。